ゆっくりこすずです。ゆっくりメカニトリ。今回は2020年度明桜大学の高校別合格者数を発表するよ。注意、一般入試の合格者数、また、入学者数ではない。上位30校を紹介するよ。メカニトリに読み上げてもらうよ。早速起動してランキングを発表していくよ。第20位札幌手稲高校、札幌大谷高校、石岡第一高校、水戸紀陽高校、佐原高校、新潟西陽高校、北越高校、静岡県富士見高校、神戸高校、神戸スズラン大高校、須磨学園高校、岡山学芸館高校、海田高校、加茂高校、四国学院大香川西高校、八幡浜高校、松山中央高校、小倉南高校、八幡高校、朝倉高校、加穂高校、西南女学院高校、九三大九州産業高校、大村高校、長崎日大高校、八代清流高校、熊本マリスト学園高校、大分荻野大高校、日南高校、都の城西高校、宮崎第一高校、仙台高校、沖永良部高校、鹿児島玉竜高校、鹿児島高校、海邦高校、九陽高校、第11位静岡市立高校、福岡中央高校、久留米高校、筑前高校、佐世保西高校、武田高校、日田高校、鹿児島中央高校、八重山高校、第7位神戸成城高校、伝習館高校、鹿屋高校、江南高校、第6位沖縄尚学高校、第5位具志川高校、第4位紅葉高校、第3位小座高校、第2位普天間高校、第1位名護高校。以上が明桜大学の合格高校ベスト30でした。最後までご視聴ありがとうございました。